はい、どうも、しゅんやんです。9時間9人9の扉、続きからやっていきたいと思いますよ。前回の続き、別ルート攻略して、でまた扉の前に来てますね。今度は3番7番8番の扉のうちどれを選ぶかってところで止まっております。で、しゅんやん1周目はセブンスが大好きだから7番の扉入ったんですけども、今回は3番の扉行こうと思います。はい。ダメだ、それはできない。あ、なんでだよ。不可能だからだ。3対3で分かれた時にどちらかのチームが3の扉に入ることはできないんだ。どうして？ここにいる6人のバングルナンバーは3、4、5、6、7、8、3人で3の扉に入るためには3、4、5か6、7、8で組むしかない。この2通りしかありえないんだ。だが2つのチームが同時に1箇所に入ることはできないから。なるほど。どっちかのチームは取り残されることに。そういうことだ。7や8の扉ならそういうことにはならないのか？ああ、大丈夫だ。取り得る手段は3つある。プラン A、 3、5、8で7に入り、4、6、7で8に入る方法。プラン B、 4、5、7で7に入り、3、6、8で8に入る方法。プラン C、 3、6、7で7に入り、4、5、8で8に入る方法。以上の3通りだ。これ以外の選択肢はない。俺たち6人が揃ってこの先へと進むにはな。なんか残念だね、3番入れないんだ。もしかしたらなんか何周かしてるうちに3番の扉に入れるルートが出てくるのかもしれないよね。じゃあとりあえず8番入ろうかね。うん。ってことはどの組み合わせでも5と6が同じチームにならないじゃないか。つまり6人が揃ってこの先へと進むということは紫と離れ離れになるってことで。考え事は終わったか？さあ、というわけだからもう一度考え直してくれ。選択肢は2つだ。7か8か。3は絶対に選べない。選んじゃいけない。3を選べば取り残された奴が確実に死ぬことになるからだ。さあ、どうする？7か8か、どっちを選ぶ？あ、ここは読まないのね。悩んで悩んで悩み抜いた末に導き出した結論はこうだった。8、8の扉行くよ。お、それでもあえて3の扉を選ぶってあるよ。じゃあ3行こう。悪いな、サンタ。それでも俺は3の扉を選ばせてもらうよ。あ、てか3の扉って確かニルスの死体があったところだよね。な、バカな、頭おかしいんじゃないのかお前。どうしてそこまでして3の扉にこだわるんだよ。俺はただ3の扉が気になるんだ、どうしても。周りのやつらみんな見殺しにしても3人行こうとする鬼畜主人公いいと思うよ。理由になってねえだろうが。理由ならある、ちゃんと説明してやるよ。ついてきてくれ。おっと、理由あるの？気になるのはこのレッドなんだ。セブン、悪いがちょっと認証してもらえないかな。あ、なんでだよ。いいから頼むよ。これでいいか？ん？あ、ありがとう。これでレッドには7の数値が入力されたことになる。次は紫だ。同じようにレッドに触れてくれ。俊平くん、一体何を確かめようとしてるんですか？ああ、実はな、もしかしたら別の脱出方法が見つかるかもしれないんだ。え、どういうこと？これ実は3じゃないとかそういうオチだったり。いや、それはないか。前回の1周目開いたもんね。ん？なんだって？本当に？さあ、だから紫、認証を。わかりました。さて、あと認証を行ってないのはサンタと、それから四つ葉と八代だな。お？全員いけるってこと？だから何なの？わからないのか、この状況が何を意味するのか。四つ葉と八代のバングルナンバーを足すといくつになる？12。その数字根は3。サンタと同じだな。ところで八代、今
レッドに入力されている数値はいくつだと思う？7たす6たす5は18。9ね。その通り。ではそれに3を足した時の数字根は？3だわ。扉の数字と同じ。そういうことだ。え、どういうこと？おい、ちょっと待て。お前は一体何を企んでる？別に何も。俺はただ時が満ちるのを待ってるだけだ。時？均衡が崩れる時だよ。サンタか、ヤシロと四つ葉のペアか、どちらかが動けばもう片方も動かざるを得なくなる。その時を待ってるんだ。え、生き延びたい方がこっちに来いってこと？争わせようとしてんのか。ペテンに駆け上がったな。順平恐ろしいやつだな。3番ルート、さっき言ってたことは全部デタラメだったってことか？デタラメじゃない。これが俺の考えた別の脱出方法だ。一体何のためにこんなことを？順平君、まさかお前、紫と同じ扉に入るために、ただそれだけのためにこんなことを？さあ、動くのはどっちだ？サンタか、それともヤシロと四つ葉のペアか。くっ、行くわよ四つ葉。え、ちっ、お、待って、ダメ、あ、正気じゃねえ。負けた。こんなのは絶対に間違ってる。ああ、そうだな、そうかもしれない。でも開けちゃった。でこの先にニルスもいるわけだよね。行くぞ。ジュペだいぶ強行手段走ったな。そんな、この後が怖いね。汚ねえぞジュペ、こんなやり方はフェアじゃねえ。分かってんのか。おい、お前はあの二人を。うるせえ、ガタガタ言ってんじゃねえ。そんなことよりも早くデッドを探せ。あと一分もねえぞ、グズグズすんな。急げ。くそ、覚えとけよこの野郎。どこだ、どこにあんだよ。あそこだ、きっとあの扉の向こうだ。あ、真っ暗だ。何も見えねえな。いや、あれはあったぞ、デッドだ。なんだ。あ、やっぱニルスの死体っぽいのがあるんだね。でもどこまで本当かわかんないけどね。足の裏になんかぬるっとした感触が。おい、何やってんだ。いや、今なんか。いいからさっさと行け。急げ、早くデッドへ。誰か。もうめっちゃ血みどろじゃん。止まった、止まったぜ。何度やっても慣れないな、こればっかりは。それにしても、うん、一体何なんだこの匂いはよ。もう我慢できねえ、吐きそうだぜ。確かにこいつはきついな。とにかく明かりをつけてみよう。スイッチはあそこか。みんなどんな反応するんだろう。よし、つけるぞ。あ、おい、こいつは爆死だな。あの9番の男と同じだ。バングルの起爆送信機が作動して体内の小型爆弾が炸裂したんだろう。ひどい、全身めちゃくちゃだ。左腕なんて骨が飛び出て、開放骨折を起こしてるな。それよりひどいのは顔だ。ああ、ひどい有様だ。もはや誰だか。だけど、この服は…ニルス…か…なんてことだ。どうしてこんなこと…落ち着け。おい、
なんかこっちのルートきついね。紫、落ち着け紫。離して離してよ、離して、頼む落ち着いてくれ。大丈夫だ紫。いや、あかね、俺がそばについてるからな。ありがとう、ありがとうございます。純平君、落ち着いたか。はい、だけどもうちょっと、もうちょっとだけこのままでいさせてください。純平君の体みんな無言になっちゃったね。シュウヤも全然喋れてない、喋れてないか、下が回ってない。シュウヤも全然喋れてないからね、急に黙られるとシュウヤも困っちゃうぜ。まあ、いっちゃった。こっちは難しいのかね、3番の脱出。お、行くか。おーっと、調査機、あはー、でもここでニルスの死体が本物かどうかとかよく調べて分かんないのかな。そこが一番気になってるところなんだよね。お、シャワー室、オッケー。いや、もうここでしょ一番気になるの。何これ、血で書かれた文字のようだ。 LR ん LLR、 あ、本当だ、 L もう一個ある。ニルスのダイイングメッセージか。え、いや、いくらなんでもそいつは無理だ。あのありさまじゃダイイングメッセージは残せねえだろう。ああ、そっか、爆散してるもんね。じゃあこれは血の乾き方からして相当古いもんだな。お、血の乾き方とかもちゃんと分かってるあたり刑事さんだね。さすがセブン。少なくともニルスの血じゃないことだけは確かだ。ん？かなり前からここに書かれていたものってことか。だと思うぜ。だけか、情報。情報しょぼくね？これだけ？あ、この奥行けないのか。残念だな。ちょっと見てみたかったりしたんだけど。仕切り壁だ。この向こう側には、やめよう。あまり考えたくない。いやー、ほんと本物かどうかを一番調べさせてほしいんだよな。バルブをひねってみた。水は出ない。しかしシャワーヘッドからは一滴たりとも水は出てこない。パイプが詰まっているのだろうか。ほう。じゃあ、右。トイレットペーパーがある。なんか取れんじゃん？お、なんか書いてある、これ。何これ、トイレットペーパーだ。うん、なんか赤い印がついてるな。もしかしてスキュタレー暗号じゃねえか。何スキュタレーって、初めて聞いた。なんだそりゃ。ある太さの棒に螺旋状に紙を巻きつけ、そこに文章を書く。ふんふん、それをスルスルとほどけば最初になんて書いてあったのかわからなくなるだろう。へ、そういう暗号のことだ。そんなのがあるんだね。解読するには同じ太さの棒が必要になる。同じ太さの棒？そうだ、そいつに巻きつければ解読できるかもしれん。同じ太さの棒を探さなきゃいけないのか。これは何？木箱だ。中に何か入っている。ルミノール試薬。あ、これ血液反応出るやつじゃないっけ。なんだこりゃ、霧吹きた？ラベルに何か書いてあるな。 LUMIN。 その後はかすれて読めないな。どれかしてみろ。セブンはサンタの手元から霧吹きのようなものを奪い取った。なんだこいつは、ルミノール試薬じゃねえか。ちゃんとわかってるね。ほら、刑事物ドラマなんかで鑑識官が使う例のあれだ。ああ、確か血液の成分に反応して青白く光るんだったよな。便利だよなそういうのって。たとえ血が拭われていたとしてもその痕跡を光によって教えてくれる。すげえ。まあ何使うか。ニルスの下にかける。あ、ニルスの下にかけるんじゃん。置いたよ。何？お、これなんか同じ太さ的な、違うかな。床から太いパイプが伸びている。これ、これトイレットペーパーを巻けるんじゃね？違うかな。違うっぽいな。ほうきは？うさぎ小屋。え？その組み合わせを見たらなんだか思い出しちゃったんです。うさぎ小屋のこと。組み合わせって？純平くんとそのほうきのことですよ。よく振り回して遊んでたじゃないですか、あの小屋の前で。そうだったっけ。忘れちゃったんですか。じゃあ
もしかしてあの夏休みのことも。いや、それは覚えてるよ。忘れるわけないだろう。おっと、二人の思い出か、教えてください。あんな強烈な出来事。何、トラウマ的な思い出なの？あ、ここシアン呼ぶのね。小学6年生の時だった。ふんふん。純平と紫はクラスで飼育係を担当していた。主な仕事はウサギの世話で、毎朝飼育小屋を掃除しなければならなかった。シアンもウサギ飼ってるぜ。1学期の終業式の朝、純平は少し寝坊してしまった。ふんふん。慌てて学校に行くと、飼育小屋の前に紫が佇んでいた。泣いてる？純平が声をかけるなり、紫はその場に泣き崩れた。何が起きたのか分からず、純平は小屋の中を覗いた。真っ先に目に飛び込んだのは、大量の赤い血だった。え？飼育小屋の中は、ウサギの死体で埋め尽くされていた。許せねえな、マジ。教師や友達がやってきても、紫が泣き止むことはなかった。私がいつまでも泣き止まずにいると、純平くんがそばに来て、こう言ってくれましたよね。もう泣くな、犯人は必ず捕まえてやるって。その言葉で私ようやく泣き止んで。泣き止んでからが大変だったんだよな。一緒に犯人を捕まえるとか言い出して紫は血の気の失せた頬をほんの少しだけ緩めた。それで二人で犯人を待ち伏せすることにしたんですよね。はは、そうだったな。お、犯人は捕まったのかな。学校ではニワトリやモルモットも飼っていた。犯人がまた現れる可能性は高い。そこで純平と紫は夜の学校で犯人を待ち伏せることにしたのだった。飼育小屋の裏に身を隠し、静かにじっと息を潜める。シュヤン、しっかり。夏の夜、スズムシの声、夜空に浮かぶ星々、そして紫の倉敷茜の横顔、あ、本名だね。どの光景も純平の脳裏に焼き付いて今も離れない。そんなにすごい思い出。だけど結局犯人は現れなかったんだよな。あの時は。あの時はって言い方はもしかしたら夏休みの間中張り込んだのにさ。ああ、結局捕まえられなかったのか。でもあれから動物たちは襲われなくなりました。私はあの張り込みは無駄じゃなかったと思ってます。もしその動物を切り裂いたのが紫ちゃんだったら怖いよね。さすがに、いや、わかんねえな。どうなんだろう。紫にそう言われると少しは気が楽になる。今考えると結構無茶したよな。無茶ですか？紫はキョトンとした顔をした。だってそうだろ。あの頃俺たち小学生だぜ。もし本当に犯人がやってきたら、きっと相手は刃物とか持ってただろうし。お前も本当は不安だっただろう。私は不安じゃなかったです。だって純平くんが、純平くんがそばにいてくれたから。またすぐイチャイチャしだすんだから、この二人。もう早く結婚して。そこまで言うと紫は顔を赤くした。そういえば飼育係って誰もやりたがらなかったですよね。恥ずかしそうに話題を変えてきた。立候補したのも初めは私だけでした。特に男子は動物の世話とかめんどくさがるからな。マジか。ウサギちゃんとか可愛いからシアンならもう率先していくけどな。触りたくて。でも後から純平くんが立候補してきて。どうせ何か係をやらなきゃいけなかったんだ。だったらパートナーはおとなしいやつの方がいい。サボっても担任にチクったりしないようなやつが。純平は結局サボろうとしてたのか。え、そんな理由で立候補したんですか。ああ、そうだ。純平はとぼけてそっぽを向いた。本当に？もちろん。もちろん本当の理由は違う。紫ちゃんが好きだからか。くぅ、いい年こいてまだテレ屋さんかよ。わざわざ飼育係に立候補をしたのは、紫と二人きりになれると思ったからだ。もう下心がすごい。しかし今さら当時の気持ちを正直に言うのも照れくさい。純平はほうきを軽く投げ上げると、それを空中でパシッと掴んでいった。かっこつけてんな。さてと、思い出話をしてる場合じゃないよな。早く脱出する方法を探さないと。はい、それじゃあ私は向こうを調べてきますね。紫は短く答えて純平の元を去っていった。さて、
それじゃあ俺もそろそろ。あっ、何？さっきの血だまりか。振り返るとそこにはニリスの死体があった。無残に砕け散った肉の塊が転がっていた。死体の隣で昔話なんて、こんな時に何やってんだろうな。いや、こんな時だからこそか。こんな時だからこそ死の対極にある存在のことを思うのだ。不謹慎であることは重々承知の上で、純平は胸の底に熱く焦がれるものを感じていた。生き延びないとな。何としてでもあいつと一緒に。飛び散った赤黒い肉片を見つめながら、純平は強くそう思った。でもフェイクだと思うんだよな。ここまで来て放棄。あ、放棄じゃねえか。そんなもん持ってどうしたんだ。いや、なんもないですね。ほうきの絵にこのトイレットペーパーを組み合わせる的な。お、できるっぽいぞ。もしかしてこのほうきにトイレットペーパーを巻きつけると出来上がっちゃったよ。びっくりした。なんか書いてあるけど見えないんだけど。お、トイレットペーパーを巻きつけたのか。赤い印がぴったり合ってるな。634プラスって書いてあるぞ。ん？どういうことだろう。よくわからんから後回し。バケツは何もないね。ブリキのバケツです。そういえば純平くん、何？小学生の頃よくバケツ持って立たされてましたよね。悪いことばっかしてたんだべな。時代古いな。こんな時に余計なことを思い出すなよ。まったく。だっけだね。じゃあ出ようか。ここはトイレペーパー。トイレを仕切ってる壁だ。ペーパーは？あ、調べらんない。トイレ臭そう。なんか書いてある。何これ？何でしょうこれ。タールみたいな感じだな。え？べっとりこびりついてて拭えそうもないぜ。ぬわ、便器に手突っ込みたくねえ。普通の水を流してもダメだろ。じゃあお湯だったら？お湯？熱湯を流せば取れるんじゃないでしょうか。熱湯なんて出るの？ここ。トイレでしょ？シャワールームか。なるほど、わかった。シャワーのお湯で、じゃあシャワーのお湯をバケツに溜めろと。マルビーがよくこん中に隠すんだよな。チャカやらヤクやらをさ。あれ、セブンさん、ちょっと出てきてるよ、警察武士が。あ、チャカとヤクはなんとなくわかるが、マルビーってなんだ？暴力団のことだよ。警察用語か何かか。あ、ああ、多分な。こっちのルート行くとセブンが匂わせてくるんだね。自分が元警察だって。セブンの表情がにわかに曇った。まあそんなことはどうでもいいとして、とにかく中を調べようぜ。そう言ってサンタはタンクの蓋を持ち上げた。なんか出てくる？なんかある。ドライバー？ドライバーだね。でもまだ使い道ないよね。これは？特にないか。当然のことながらタンクに水が溜まっていないと水洗トイレは使えない。この中にお湯入れんのかな。どうなんだろう。まあいいや、後回し。ここは、わあ、トイレもう便器空いてる。これは何も見れない。じゃあ中見る。汚い。便器の中には何もねえな。ほんほん。何かあったら最悪だろうが。そうだな、トラウマになっちゃう。タンクの中に何か入ってるかもしれねえな。蓋を外してみるか。お、また何か入ってる。何これ。赤いカードキーだ。この中入ってたんだね。おそらくカードキーだろう。どこかにカードリーダーみたいなもんがなかったか。うーん、わからん。で終わりだね。じゃあここは。でまた右。あ、なんかあるぞ。あー、そこの3つトイレならさっき俺が調べたぜ。特に変わったところはなかったな。ここは？お、なんだ？あ、違う、君じゃない。ここもない。右。あの扉は最後に見たよね。何これ？開けられる？お、え、何これ？パイプの1本に細い針金でメモ紙が留め付けられている。注意、排水バルブの操作について。うん。このパイプに水を流さないでください。え？排水口から水が溢れる恐れがあります。やだな、それは汚い。よくわかんないね。右足のパイプには水は流してはいけないそうだが、そこに水を流すと排水口から水が溢れてしまうらしい。お、お、お、なんだこれ。何かしら意味があるのかな、これ。よくわかんないから後回し。どっかしらに多分ヒントがあると思うんだよな。あれでもないな。ん？あ、なんか、雫は異常なほど暑かった。水ではなく熱湯が出るらしい。お、これワンチャンあるか？だが今バルブひねるのはやめておこう。ダメ？じゃあ先こっち行く？
634プラスっつったっけ。ちょっと待ってね。違うな。少なくとも電源は入ってるみたいだけどな。上の方にあるロックって表示が気になるな。カードを通せばいいんじゃん。あ、裏行った。あ、赤いランプがつきましたよ、純平くん。で、プラスってなくない？あ、待てよ。わかったぞ。つまり、ちょっと待って。確認させて。違う、これじゃない。これじゃない。これか。これじゃない。あれ、アイテムどうやったっけ？あ、いた。だから、これの634とプラスってのは最後の数字項の数書けばいいんでしょ？だから、6たす3で9で4で13だから4。6344か。OK。合ってるよね。違ったら相当恥ずかしいぞ。何？起用しても何の反応もない。赤と青両方のランプをつけなければならないようだ。え？何？え？もう一個必要なの？これだけじゃダメなの？うっそー。ルミノール、ダメ。あ、待てよ。この赤い、違う、君じゃない。ルミノール試薬液とカードキーを、いや、そんなわけないか。素直に探していくか。あれ、なんで？すんなり行ったと思ったのに。ちょっと探してくいますね。中出てきた。なんだこれ。温度計か。うん。取れそうですか？ダメだ。ネジで止められている。あ、じゃあこれは、ドライバーで、ここ緩めればいいのかな？なあ、純平。体温計のメモリって、なんで42度までしかないか知ってるか？さあ、考えたこともないな。人の体を作ってるタンパク質は、42度を超すと固まっちまうんだ。ええ、ゆで卵と同じさ。ゆで卵をいくら冷やしても生卵には戻らないだろ。要するに死んじまうってことだ。あ、そうなんだ。だから体温計には42度以上のメモリは必要ないんだ。ええ、そうなんだ。だがよほどのことがない限りそんな熱が出ることはない。どんなウイルスに感染しようと42度を超えるのは極めて稀だ。ま、それ以外の原因があれば話は別だが。それ以外の原因？そうだな。例えばサウナに閉じ込められるとか、あるいは焼却炉に放り込まれて生きたまま体を焼かれるとか。なるほど。そりゃ確かに42度を超えるだろうな。よし、取れたぜ。なんか話がグロかったね、今の。なんだ、どうしたんだ。いや、なんでもない。気にするな。ああ、なんだったんだ。何か疑ってる？なんだろうね、今の行動は。サンタの発言って言うべきか。あの発言なんか意味あんのかな。温度計ゲット。これ何使うのこれ。ちょっと。あ、温度計外したんですね。なんか最高温度のところにオープンって書いてありますけど、何なんでしょうこれ。温度が最高に達したら何かが開くってことかな。バケツの中にお湯入れてこれも入れろってことかな。じゃああとバルブか。お、なんかある。あ、なんじゃんここに。お、なんか金網に引っかかってるな。カードか？青いカードじゃねえか。取ろうぜ。だがこの深さじゃ手が届く。あー、なるほどなるほど。わかった。そういうことね。ここ詰まらせろってことでしょ、要は。じゃあ普通にこれ開けちゃっていいってことじゃね。6個ついている。ハンドルは左中央右に動かすことができるようだ。それの法則がよくわかんないんだけど。この右足のパイプは部屋の排水口とつながっているのかもしれんな。だからここに勢いよく水を流すと排水口から溢れちまうんだ。これがよくわかんないんだけど。これこうやったらなんか水出てきたりするのかな。ほんと？バルブひねってみる？そうだ、この温度計にシャワーのお湯をかければきっと。俺はシャワーヘッドの真下に温度計を添えバルブをひねった。おー、出てきた。結構すんなり出たね。どう？温度計の針はみるみるうちに右へと傾いていき、やがてオープンと書かれたエリアに達した。開いた？ん？温度計の蓋が開いたぞ。中には一枚の紙切れが入っていた。紙切れ？それを手に取る。あれ？なんだこれ？なんか新しいの出てきたぞ。なんだこれ？ちょっとやめてよ、ややこしくなるから。なんでまた新しい数字出てくんの？なにこれ？ちょっと待って。で、排水口はどうなんだろう？詰まった？まだ詰まんないか。全部回してみたら？ダメ？どうでしょう？どう？あ、じゃあ今度はバケツに溜めてみる？
うんうん、なあセブン、シャワーのバルブを開いてくれないか。俺はシャワーヘッドのそばでバケツを構えてるから。ああ、わかった。おって溜まるよね。排水口を詰まらせる方法がよくわかんないね。まだどっかにヒントあんのかな。あ、お湯の入ったバケツ。お、これひっくり返したらお湯こぼれちゃうよ。じゃあここのトイレ行ってこれ行ってこっちに入れんのかな。どっちなんだろう。よし、このタンクの中にお湯を注いでと。あ、合ってるね。入ったみてえだな。これで便器にお湯が流れるんじゃねえか。じゃあ、トイレタンクをいじってお湯を流してくれ。レバーがどこにあるのか。ん？レバーがどこかにあるのか。トイレタンクをいじってみりゃどっかについてるだろう。どこよ。え？え？これこっち側から見えなくない？レバー引くだけだが。え？あ、これか？え？これ一回ここ離れないとダメだよね。ちょ、一旦離れようか。ここでしょ。え、お湯流してみよう。タンクから便器内へと勢いよくお湯が流れ込んでいった。開けるよ。あ、なにこれ ?185 って。イコール185。タールみたいなやつが落ちてるな。数字が出てきたぜ。どういうこと ?185 イコール。は？なんでしょうこれ。これだけじゃわからねえな。なにどういうこと？な、どこに使うのよ。え？ちょっとわかんないままだね。水を流す方法もまだ結局分かってないし、ちょっと水流す方法探してきますね。はい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 。なんか意味あるかは分かんないけど、これ押したらなんか電気消えた。あれ？あ。お？じゃあこれで、で多分この LLR ってのが、左右ってことだと思うんだよね。で多分この右側に、ルミノール試薬液かけたら出るんじゃねっていう。今電気消えたことによって気づいた。どうよ。あ、ここにルミノール試薬を吹きつけるのか。ほらやっぱり。あ、こんな場違いなところに用意された薬品だ。意味がありそうな場所に使うのが一番だろ。どうよ、合ってるでしょ。ね、シアンすごくない？ちゃんと感づいたよ。左左右左右左、忘れろ忘れろじゃない、忘れちゃう。これ左左右左右左。オッケーオッケー。最初の LLR の後に続けて文字が浮かび上がってきたぜ。LLRLRL って書いてあるな。オッケー。左左右左右左左左右左右左。はいはい。左左右左右。あ、いた。とりあえずあの壁に書かれていた通りにしてみたが、どこかに何か変化はないだろうか。お、おい、排水口が大変なことになってんぞ。やったぜ。お前何をしたんだ。水あふれさせてやったぜ。バルボちょいといじっただけだよ。それよりも、はい、おお、いいねいいね、いい感じだね。右足の排水パイプに勢いよく水が流れ込んだのだろう。排水口から水が溢れ出している。これでゲットだね。鍵、青いカードキー、青いカードキーですね。このマークは水星のシンボルマークだったよな。ごめんな、水星のシンボルマーク今ひっくり返っちゃってるわ。大病室の外にあったエレベーター、あのエレベーターのカードリーダーにも確か同じマークが使えるね。ですね。ってことはこのカードキーはこの部屋では使わないってことか。あー、どうなんでしょう。ここでも使うし、エレベーターの方でも使うのかもしれませんよ。え？どうだろうね。これだよ。メスのマークに角が生えたヤシロさんマークだからね。覚えておこう。ってことで、じゃあここだ。なんかいっぱいカード手に入ったからよくわかんないよね。カードじゃないヒントか。やりましたね、純平くん。二つのランプがつきましたよ。あとは暗証番号を入力すれば、ここが難しいよな。6544ってさっき言ってたよね。ラップは両方ともついたし、これで番号を入力できそうだな。この E と C って、E はエンター、C はクリアだろうな。うんうんうん、4桁の暗証番号を入力したら E を。間違って入力したら C を押せばいいんじゃねえか。はい。はい、はい。6544。お、今マイナスって出てきたぞ。エンター。エラーって出たな。暗証番号考えてきます。はい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 。わかりました。もうね、これはね、シュヤの頭が硬すぎたね。数字根にこだわりすぎた。もうね、単純だった。普通に957足す600いくつ足すトイレにある185を足してのイコールっていう意味だったらしい。なんだろうイコールって思ってさ、ずっと勘違いしてたね。で、答えが1776だった。もう普通に調べちゃった、マジでわかんなくて。もうガチガチだったわ、数字根にこだわりすぎた。みんなはね、数字根にとらわれないようにね。エンター。本当に長かった、超悩んでたもんね。オッケー、これで開いたね。はい、やったね。
はい、じゃあ脱出もできたというところで今回はここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録またはコメント評価いただけたらとっても嬉しいです。はい、それではシアンでした。右手の突き当たりに大きな鉄の扉が見